せっかくの祝日をね、来ていただきましてありがとうございます。今日のね、予定はこんな感じで一応作ってみました。コーナーというのに時間をかなり割きたいと思ってます。ですから一応先ほどのプロジェクターのこれを40スライドぐらい作ったんですが、さっき作ったばっかりなんですけども、飛ばしますガンガン。まあ最後にね、いよいよであるぞというふうになって瀬戸際に来てますので、このどういう瀬戸際に来ているのかという話をしたいと思います。みんな揃ってからこう自己紹介するんですが、せっかくこの人数ですから、自己紹介をしていただいて、特に最後のね、まずね、私の方からちょっと一言二言なんですが、この間の新月ですよね、新月土曜日に新月を迎えました。サソリ座の新月ということで、ちょうど木星が重なって、同じハウスの中に入りましたので、サソリ座木星期ということで、特に重要なエネルギーが今来ております。サソリ座木星期、大切なこの、着弾外視、世界の今と、まあ世界がどういう状況にあるか、直近の情報ですね、今日の情報、浅川さんからの、まあ、私なりに聞いた情報をお話し、皆さんとシェアしたいと思います。サソリ座の新月、今サソリ座の新月木星が入りましたので、木星というのはですね、惑星の中で一番大きいんですよ。でエネルギーが大きいので、木星とコンジャクションするということは、サソリ座のパワーが大きく大きくなるということです。で、これをね、恵子さんがこういうふうに言ってるんです。今後1年に影響するほど大きいということです。でサソリ座のパワーってどういうことかというと、地と再生を司るのがサソリ座です。たまたま私もサソリ座の生まれですから、そうなんです。恵子さんもサソリ座の生まれ、サソリ座って多いんですよね。でどちらかというと、私のミッションは今の世の中、現世ではなくて死後の世界を語るというのは私のどうやらミッションのようなんです。それは恵子さんから指摘されたんですけど、変容するタイミングであるということですね。変容するということはどういうふうに変容するかというのは、今までの引きずりで変容するのではなくて、突然出会いがあったり、まあいろいろな気づきがありますから、そこでタイミングを取って変容すると、これが大切になってくるということですね。もしかしたらこの1年で大きく変わるタイミングかもしれません。私もね、子供時代、これね、実は私のファンの人がお母ちゃんの子供時代ってこうだったんでしょ。めっちゃ似てますやん。親の時代よく似てるな。お母ちゃんがお母ちゃんだし。そう、ね、すごいそれ、ね、ちゃんとね書いてくれたの。明治生まれの親父さんということで、結局満州、私の両親満州の宝天というところ、今の信用です。ここで結婚しまして、引き上げ者ということで逃げてきたんですが、親父はロシアに抑留されまして、シベリア抑留ということで5年間ですね、一番最後に帰ってきたんですよ。で5年後に私が生まれたということで、昭和25年生まれの11月ということになるんですね。
お母ちゃん、後でモンスリングしてる話があるから、うん、うちの亡くなった主人がそのグループなんです、うん、あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。だから、そういうところです。あ、今、まあ、覚えてるとお邪魔になりますけど、生まれたところは長野県小さがた郡西塩田村というところです。これね、小さがた郡って呼びまして、読めないですよね。小さがた、小さがた郡という読みます。で、ここはですね、小泉小太郎伝説の地なんですよ。小泉小太郎というのは、あの、ね、の竜の子供が生まれて育って、あの例の日本昔話、うん、そうです、うん、あの発祥の地です。で、まあ家はですね、百姓をやってたと。ですからお米作りとか畑で野菜作りをしてたというのが私の出身のところです。ですから百姓の子供ですよ。言ってみれば、あの長野県の山の中の百姓の子供、まさしくこの絵の通りですね。それから、あの目の前にあの特攻山という山と工房山という山がありまして、で工房山はね、あの特攻山の手前には小さな山ですから、これにはもうしょっちゅう登ってたというところですね。あのここにギザギザした山があるんです。これあの特攻山という、まあ、百の谷がある岩山ですね。この前に立ってるこの小さな山が弘法山、弘法山というところでして、ここにも弘法大師が来たという岩倉がたくさんあるところです。今はね、この弘法山のこの下の方に何があるかというと、無言館というのが建てられています。無言館って何かというと、戦没者、戦没の学生、あの絵画、絵描きさん、絵描きさんが出兵する前に最後の絵を描いてるんですよ。それをここで飾ってるんですね。ですから、出征していって亡くなった方の絵がここで展示されてるんです。これが無言館ということで、あのそれなりに結構有名なところです。まあ、そんな生い立ちを持ってます。ところでですね、パソコンの知ってお得情報です。これはほんのちょびっとだけね、要するにね、パソコンを使いこなせるかどうかというのはデータ整理整頓だと思うんですよ。皆さん、あのデータがせっかくこう作った、例えば1ヶ月前に何かデータを作った、 Excel の表を作ったんだけど、どっか行っちゃったとかね、見当たらないとかよくあるんですよ。それは整理整頓してないから。で、こういうことをよく言われますよね。あの、まあ、3次元のコテコテの世界でも同じなんですけども、あのお金持ちのお宅行くと大体物は置いてない、きれいに整理整頓されている、無駄なものがない、で、お金はぐるぐる回ってうまくいってると。貧乏人であればあるほど家の中は物で埋まってるんですよ。それも無駄なものに、使わないものに。で、聞いてみると、もったいないから捨てられないと。で、そういう人が実は貧乏でした。同じようにデータもそうですね。データがちゃんとデリションして削除されてきれいになってるパソコンであればあるほど使い物になってる。データが、同じデータがバージョンが 1,2,3,4 同じデータがちょっと変えたから、まあもったいないから取っとこうっていうのがたくさん持っていれば持っているほどデータの整理整頓ができてないということですから、なかなかそのパソコンがうまい具合に利用できてないということになります。で、まず気をつけなきゃいけないのはデスクトップの使い方ですね。デスクトップって今日もあの実はこれあのプロジェクターのパワーポイント作った時に隣にスタバでやってたんですが、隣におじさんがいたんですよ。
でちょっと覗いてみたら、町内会のなんかワードで何か作ってるんですよ。で、デスクトップもうびっしり埋まってるの、いろんなデータで。でどこにあったか、どこに行ったかなって一生懸命探してるんですよね。でこれではね、デスクトップにデータを置くっていうのは本当に簡単で、使い勝手がいいようにできる見えるんですが、これが落としどころ、これが落とし穴ですよね。で私のね、デスクトップこれなんですよ。でちょっと見てくださいね。よいしょ。今現在私のデスクトップこれだけです。でゴミ箱があって、それで今日のデータはこれなんですよ。このパワーポイントはこれですよね。それから参加者の PDF これです。それから時局の説明をちょっと原稿を作ったんです。あと画像ファイルで、これは実はどこに入ってるかというと、ドキュメントの新百合ヶ丘内方岡ちゃんのコラボで今日の日付が入って、まあ、こういうフォルダーの中にこれが入ってるんですね。ですから決してディスクトップの中にデータを作っておりません。ドキュメントの下にフォルダーを作ってやってるんですね。でなぜこのデスクトップにこれが出てるかというと、ショートカットで出してるんです。ショートカット、つまりデスクトップにデータを置かないでショートカット、そうですね、ショートカット、こういうことです。ショートカットっていうのは、パソコンの中の、どこかにデータが保存されてるんですよ。データがセーブされているんですが、セーブというのは格納されてるんですが、これをデスクトップ上に持ってくるときの、これアイコンって言いますね、アイコン。アイコンが、こことここの間を結んでくれてるんです。これショートカットって言うんです。で、ここのデスクトップにはデータはないんだけど、これをクリックすると中でパソコンがリンクを取ってくれて、本当の保存場所にデータをつないでくれる、これをショートカットと言います。でショートカットをうまい具合に使えば整理整頓ができていきますね。またそのやり方っていうのは、私お母ちゃんの勉強を受けないと無理だよね。ああそうですね、ね、え私の軽く遊ぶんですけど